おはようございます。今日はね、11月18日の月曜日でございます。今日もね、1日 Vlog スタートいたします。いや、散歩に出て歩いてたらちょっと雨降ってきましたわ。えい、よっしゃ。よっしゃ、よし、もうちょっとよっと、ちょっと濡れたんでね、シャワーします。上手やな。朝のプロテインいっぱいいただきます。やっぱこの一杯目の甘みのあるね、この味たまらんね。一日始まるっていう感じするわ、ほんま。めいちゃん優雅に座っとるあれナビーして、ナビー、いい感じやな、このソファ。お気に入りになりましたね、めいちゃん。よし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 。皆さん、おはようございます。今回もご視聴いただきありがとうございます。前回ね、ソファを買いましたっていうお話させていただいて、めちゃくちゃいい感じですね。で、まあ、この無印良品の机もセットでずっと使ってまして、これもめちゃくちゃいい感じで使えてます。やっぱパソコン作業はね、家でするときに最高にいいですね。なかなかはかどってますよ。なんか夜ね、こうソファーにくつろぎながら、こうパソコンで映画見たりとかね、するのもめちゃくちゃいい感じになりましたよ最高に使えてます。この無印良品の机もね、なかなか、まあシンプルですけど、で、アナログ式ですけどね、全然こう高さ変えたりできるので、結構重宝してていい感じなんでね、一応概要欄に商品載せておきます。ということで、今日はね、何をしたいかと言いますと、今日はね、昼からね、こう、いろいろと仕事に行く日なんですけど、まずね、なんと、駅前ピアノ上野店の、ピアノが今日ね、変わります。ピアノ、新しくね、1台購入したピアノがあって、それの搬入をする日なんですよね。一番まあ大きな部屋にピアノを入れるんですけど、そこのピアノ1回出したりとかもしないといけないんで、3回ぐらい移動するんですよ。違う部屋に入れてとか。で、その違う部屋に入ったのも1回出してとか。で、新しいの入れてとか。それで3工程ぐらい今日あるんで、その搬入にしっかり立ち会って、場所しっかり伝えたりとかして、で、するのが一つ。で、二つ目は、清井町ホールっていうのがあって、結構長年あるホールっぽいんですけど、まあ、行ったことあったかちょっと覚えてなくてですね。まあでもそこのホールで、ピアニストの撮影があるんで、ちょっと今日はね、夕方、からですね、そっちに行って。結構夜遅くなるんですけども、行っていきたいなと思いますね。で、この子たちはね、またシッターさんが来て、ご飯食べさせてもらって、お散歩行ってとかしてもらおうかなということになっております。家出て、まあ、早速昼飯でも食ったりしながら、で、いろいろ
ろ仕事進めていきたいなと思います。はい、では行ってきますよ。はい、ねるさん、よっしゃ。はい、みちゃん、よん。えい、ほな、またってな。行ってきます。今日はね、天気はまあ普通にいい方じゃないですかね。曇りですけども全然いい方です。雨はやめましたよ。で、今日からね、結構また気温が下がっていってて、基本一桁台から最高でまあ14度とかそれぐらいの日なんですよね。大体結構20度ぐらいずっとあったんですけど、皆さん結構装いがダウン着てる人とかも多くなってきましたね。ということで、とりあえず昼飯行きます。はい、ドトールさんのアイスコーヒー決めて、これから仕事頑張っていきたいと思います。上の天、お花めっちゃいい感じです。うん、日に日に進化しとるな。お、これも健在ですよ、これも。ええ感じに育っとわ。はい、その後ね、もう結構夜遅くなってきましたが、清居町というところに来ましたね。駅でいうと赤坂見附駅で降りたんですけども、なんかこう絵画を売ってる店なんですけど、めっちゃ気になります。安いし、めっちゃ点数多くありそうな店です。だからこんな感じで店の周りに置いてあるんですよね、売り物を。おもろいですよね。なんかこの辺はすごい高層ビルがあったり、ホテル系が多いんかな、やっぱり。なんかそういうビル群ですね。まあ事務所が、事務所系のビルあったり、商業ビルがあったりとか、いろいろあります。清居町サロンホール着きました。ここは、来たことあるかな？初めてかな。あれ？いや、来たことあるぞ。一回、だいぶ前ですけど、撮影しに来たことありますね。清居町アークビル。うん、覚えてる。思い出しました。おお、外から見えますね、ピアノ。すごいいい感じです。はい、撮影の仕事終了しました。こっから、とりあえず上野の店行って、機材を全部一旦下ろしてから帰ろうと思います。すげえイルミネーションなんやけど、ここ。あ、これすげえでか。もうクリスマスや、完全に。まだ1ヶ月以上先やけど、わあ、すごいな、キラキラ。ただいま。よっしゃ。はい、ただいま。ただいま。ジョソン。おお。うわ。な、そんなジョソンつけんでもいけるやろ。よっしゃ。いい顔してた。うん、散歩行ってもらったんやな。うん、ご飯も食べた。よしよしよし。はい、帰ってきました。結構遅なったな。お待たせやね。あ、でもね、今日知ったの方でめっちゃいっぱい散歩行ってくれたらしいんでね、寝るとかもあっちの寝床で送ったりバッタリ、バタンキューって感じ。そろそろ、今回は終了したいなと思います。めいちゃん。うわぁ、ご覧したん。かわいいなぁ、あなた。
ソファーめっちゃ気に入ってくれてるね。今日もね、一日皆さんありがとうございました。今回もね、ねるさんに癒されたという方はぜひ高評価押してください。もう寝るか。かわいいな今日も。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。